マ山大志郎11月3日から1985年10月21日は、兵庫県姫路市出身の大相撲力士。入門時は、三保ヶ関部屋、後手はの海部屋所属。最高位は、東大関。身長174センチメートル、体重116キログラム。特異種は、突っ張り、押し、左四つ、内掛け。五代目マ山。 1935年1月場所浜西樹の四嗜名で初土俵。若い頃から有望視され、幕下時代には当時連勝街道を人走っていた横綱、双葉山に目をつけられ、いつかあいつに土をつけられるんじゃないかと言われたことがあるという。稽古の時には双葉山から、おい若手、来いと言われて感激したという。その双葉山には百四十四年一月場所十一日目。 小結びの増井山は5回目の対戦で勝って恩返ししている。1940年1月場所新十両。1941年1月場所新入幕で、この場所から増井山の四個目を名乗り、場所成績は10勝5敗。1944年5月場所は関分けに進んだが、その後3場所続けて負け越し、1945年6月場所は、 平幕から再スタート。1947年5月場所は、小結の地位で左足首関節捻座により全休し、翌10月場所で8勝3敗の好成績を残して、技能賞を受賞した。その後は、順調に出世して1948年5月場所、小結で7勝4敗、10月場所関分けで10勝1敗、全場所優勝して、 綱取りの東富士との優勝決定戦を制して、初優勝、場所後大関に昇進した。手首を曲げ手の上突っ張り通し、組んでもより、投げ、足癖と名人相撲を見せた。大関に場所目となる1949年5月場所に、橋間山との同部屋決戦を制して13勝2敗で、優勝した時には横綱を期待され3つ揃いの、化粧回しまで用意されたが、この場所で、 相次いで両手の小指を痛め、さらに六感神経痛などに苦しみ連続して途中休場、1950年1月場所後に引退した。1950年1月25日付の放置新聞史上にはどう頑張ろうとしても体が言うことを聞かない。その上怪我とあってはとても再起はできないと観念したと本人のコメントが掲載されていた。しかし二日目の同志には 増山引退取り留めとの見出しが踊り、記事によると、ひとまず引退を思いとどまり、電話の海にもその旨を申し入れ、それでも、再起困難の場合は改めて引退届を提出するらしいとある。同月27日付に復帰を目指しているという旨の本人のコメントが掲載されていたが、3月17日に正式に引退。引退相撲は1951年。 一月場所千秋楽の翌日、一月二十九日であり、断髪式では、現役横綱の羽黒さん、千代の山もハサミを入れ、引退後は、年寄り、美保が関として、後進の指導に当たっていた。その後体調の回復で、現役復帰を希望し、1951年12月28日、立浪部屋で行われた、力士会で立山、州の山、武蔵川などが、 教会側として、力士側に、今後、引退廃業した力士でも事情によれば、土俵への復帰の塔を開いてやりたいと提案したものの、羽黒山から、引退相撲まで終わったのに筋が通らない。教会の親心はわからないでもないが、その運営を誤るといろいろ悪い面も出てくるだろうし、今までのような土俵を一筋に打ち込む厳しい気持ちも、人によっては、緩んでくると思うと、 最終的には否決されている。この時、増井山の復帰とまとめての採決にされてしまって、現役復帰し損なったのがまだ、プロレスラーになる前の力道山であった。実際のところ力道山は講演者で、明治座社長の新殿新作の働きかけを無視して、プロレス転向をすでに決めており、増井山も現役復帰を最後は断念する方向で納得していた。 元大阪相撲の小部屋である三保が関部屋を再興し、しばらくは弟弟,弟子のつ宮山しか関取のいない状況であったが、1960年代に大流川が十両に昇進してから活気つき、横綱、北の海、長男でもある大関、二代目麻酔山、大関、北天遊などを育てた。自身の現役時代に日の目を見ることのなかった三、揃いの回しは、弟子の北の 定年まで勤め、部屋を実測の大関麻酔山に譲って隠居した。相撲協会を定年退職したためか、愛弟子、北の海の断髪式では、ハサミは入れたが、止めハサミを入れたのは、息子だった。長男の二代目麻酔山が、新十両に昇進した1969年には、数え年で50歳になっていたが、稽古場で相撲を取ると、 技術だけでなく力でも二代目麻酔山は美穂が関にかなわなかったという。そんな二代目麻酔山は、相撲協会を定年退職した後の記事で美穂が関を超人タイプと評した。北の海の引退相撲から1ヶ月も経たない1985年10月21日、死去した。わずか1日違いで北の海のジップも死去し、葬儀の日程が重なり、 周囲は、ジップの葬儀を優先するように進めたが、北の海は、師匠は自分にとって、親以上という理由でジップの葬儀を欠席し、師匠の葬儀に出席した。大関に上がって、横綱を目指していた頃に断首したが、そのうちに、肘から肩にかけて激痛が走り、この痛みが治らず、不本意な形で引退した。ところが引退後に酒を再開するとその痛みは治った。 力士たちを肩にはめず伸び伸びと育てたが、掲げた、道場里氏の一つには、自由とは規則を忠実に守ることであるという言葉があった。これに関して美保が関は、要は相撲取りになった以上は、初心を忘れぬように相撲に打ち込むことだ。入門した時の純粋な気持ちに戻れば、決して対局を見逃すことはないと話していた。北の海の若手時代のある時、増山は、 言ってもわからない奴は、叩いてもわからないと力士をしないで叩くことを止めた。その後大流川を川切りに、関取が続々育ったのは、そのおかげであったという見方もある。趣味が多彩で、絵や歌がうまく特くに絵は1971年からは、連続して二家店に入選するほどの腕だった。肖像画も描いたが題材にした依頼者が、次々なくなるのを見てやめてしまったという。 絵は精神を鍛えるのにも有効と考えで子の指導にも取り入れたという。絵の趣味は、弟子の北の湖や息子の麻酔山にも受け継がれている。絵に関しては、相撲の絵は偉い人がいっぱい描いている。でも、上手い下手は別にして、力士経験者で、その生活、感情などをよく知っているのはわしだけ。偉い人の栄え跳ね回しの結び目がおかしかったり。 着物の襟の上下が違っていたりするけど、わしは、ちゃんとそこまで描いていると、自画自賛していた。なお、麻酔山は、故郷である、兵庫県姫路市の三名で、もともと、姫路藩お抱えの力士が名乗っており十四代、横綱境川も襲名したことのある、由緒ある、嗜名である。息子の二代目麻酔山は、俺なんかの大関は本当に、引っかかった大関だけど、 うちの親父は横綱に上がってもいい大関だったと、表している。ありがとうございます。